平ラ盛、平モリ、タイは、平安時代末期の平家一門の武将、平イの清盛の四男。母は、慶室の平治氏で、時子の子としては、次男となる。同母兄に、平宗盛、同母妹に、平徳子がいる。世に新中納言と称された。二平二年、千百五十二年、父清盛三十五歳の時に、慶室、時子を母として生まれる。 同母兄の宗盛は6歳、異母長兄の重盛は15歳であった。翌年に祖父忠盛が死去し、清盛が平氏同領となる。平治元年、1159年正月に8歳で、樹語位下となる。同年12月の平治の乱で、清盛が勝者となり、平氏一門と共に盈進していく。翌英略元年、1160年2月、平氏の先行として、 東国の重要な武蔵国が清盛の治療国となり、智盛が武蔵守となった。その後再任して8年間同職にあり、実称4年1180年以降は武蔵国の治療国主となって、長年同国を支配し、多数の兵士家人を獲得した。武蔵は川内源氏の勢力が強い地域であり、智盛の武将としての才能、人間的魅力が大きく作用したと思われる。 兄の茂森、宗森は、後白河院に対して、優柔不断であったため、清森は智森に期待をかけたらしく25歳の頃、入道小国際愛の息子、極陽安元2年12月5日城と呼ばれている。安元2年、1176年7月に兵士と、朝廷の調整役であった賢春門院が死去した、ことで、清森と後白河院との間で確執が生じ、 その兆候は12月の倉尾と頭の人事をめぐり、無双の県政の友守を超越して、後白河法皇近親の藤原光義が倉尾と頭に就任したことに現れている。翌安元3年、1177年正月に、十三味。同年6月、獅子方にの陰謀が起こる。自称2年、1178年10月、同母妹である徳子が、時人親王。 後の安徳天皇を出産12月に立大使した。翌自称三年1179年2月、藤原職史を母とする高倉天皇の代に応じ、後の後高倉院誕生し、とももりに養育が任され妻の事部協局が乳母となる。自称三年1179年ルー7月、平氏統領であった重森が死去し、とももりはイボ兄の死にあたり、 東宮県大部を辞任している9月に復帰。道母兄宗盛が新たに統領となり、友盛は道母帝茂平と共に宗盛を補佐する。その3ヶ月後の11月14日、後白河院との対立が頂点に達した清森は、数千期の兵を率いて、自称3年の政変を起こし、後白河院政を停止、名実ともに権力の頂点に立つ。自称4年。 1180年2月21日、高倉天皇が上位して、時人親皇、安徳天皇が即位し、高倉院生のもと、森は、軍事部門の担当である大間屋別等に就任した、極要3月4日上。5月8日夜から友森は、万死に一生の重病となり、10日に、清盛が福原から上落して見舞っているが、12日には、平祐している。平家物語で、 源平合戦の英雄として描かれる友もであるが、平家前世紀の金立としての感激は、同母兄弟に比べてそれほど目覚ましいものはなく、足跡が比較的地味なのは、病持ちであったことに一因があるのではないかとの見方もある。同時期に4月頃から進行していた、持ち人王の挙兵が起こり、清盛の上落は、その対処もあったと見られ、5月15日には、 持ち人王の配慮が決定された。二十一日にとももりは、恩上寺攻撃の対象軍の一人となる。反乱は、兵士の精鋭家人と大将の重平、これもりらの派遣により短時間で鎮圧された。しかし、三門の不穏な動きなど系の軍事的緊張は続き、六月二日、清盛による福原戦都が強行される。八月、源頼朝が挙兵し、 10月の藤川の戦いで、これ森率いる兵士軍は敗北を喫する。清森は各地で相次ぐ反乱に対処するため、戦土から半年で党、平安京に戻し、友盛は数千の兵を率いる宗森と共に、安徳天皇を守護して京に戻った。同年12月、本格的に内乱鎮圧に乗り出した清森の命により、友盛は追い、 平助盛と共に大将軍として出陣し、京近郊の反乱軍を鎮圧した、大見工房、二の源氏の巨兵。同時期に、重平によるなんと焼き打ちがあり、自称五年、1181年二月までに、機内の反兵士勢力は鎮圧された。翌自称五年、1181年二月、清盛の命令で、東国追悼も命じられたが、この時に病に倒れて、 京都に戻ることを余儀なくされ、大将は茂平に交代となった。茂平の東国追悼士は、鎮税、九州の情勢悪化により、鎮税への派遣に変更される。清盛は、東国鎮圧に向けて、胸盛を、機内総監職として、総力戦体制の構築を図り、うるう2月上旬には宗盛を総大将として、東国追悼軍の派遣が予定されていたが、 その準備の最中の2月26日、清盛が病に倒れて、茂平の鎮前へ、宗盛の東国追悼軍派遣は中止される。自称5年、1181年うるう2月4日、清盛が死去する。その遺言は一門最後の一人まで頼朝と戦いというものであった。当領宗盛は、清盛の強行路線を否定して、後白河院に政権返上を申し出るが、 朝廷による反乱源氏軍との和平案は拒否、軍事の実権は依然として平家が握り、実力による反乱鎮圧に固執することになる。これは平家内では主戦論が大勢を占めており、一門結束のために清盛の遺言に従う必要があったことを物語っている。3月、角又川の戦いで兵氏軍が勝利する。総刊宗盛は4月に、 原田種直を、太宰県商人に部任し8月には、家人の平貞義を鎮税に派遣して、反乱鎮圧を図り、東国では白助職、藤原秀平ら地方の有力武士を国士に任じて、反乱鎮圧を働きかけるが効果なく、8月から10月に、かけての北陸追悼も失敗した。10月の兵士遠征軍の編成では、最も重要な落中守護には、当領、宗盛のもと、 おじののりもり、つねもり、よりもりととももりが担当した玉葉十月十日城。この時、むねもりと共に落中に泊まった者が、政権中枢にあったと考えられる。各地の反乱勢力が拡挙する最中の7月頃、鎌倉で東国経営に専念している源のよりともから、後白河院に密集が送られ、兵士との和平を提案されるが、兵士は、 清盛の遺言を盾に拒否している。この年の後半から、洋和の大飢饉により一時事態は降着する。最国の飢饉の状況が落ち着いてきた翌十英2年、1183年4月、慶の食料の生命線である北陸道平定のため、平これ森を対象として、兵士の総力を結集した大軍を派遣する。しかし5月の栗から峠の戦いで、 壊滅的な敗北を喫し、基礎吉仲ら反乱軍は勢いを得て刑を目指して、進撃してくることになる。7月半ば、兵士軍は刑を目前にした、吉仲ら反乱軍を迎え撃つため、一門を、機内各所に派遣し、平忠則は100機の軍勢で、丹波国へ、平助盛、平定吉は1000機で、宇治田原に、平頼盛は、山品へ、友盛は、 重平とと共に二0機の軍勢で、瀬田に向かった。しかし、摂津国の忠行綱が、反乱軍に同調して、西日本への海上ルートを封鎖する動きを見せると、宗盛は包囲される前に、伝統的兵士の地盤である西国へ下校して、体制を立て直す方針へ転換。7月24日、各地に派遣されていた諸将は都に呼び戻される。樹影2年。 1183年7月24日、夜半、都落ちを目前にして、兵士の正当性確保に同行が必須であった、後白川法王が、比叡山に逃亡し、事態を予想せず、法王を取り逃がした宗盛は、呆然自失であったとい。25日、兵士一門は、六原や西八条邸を焼き払い、安徳天皇、厳令門院、三州の神器を要して、と落ちる。 法王,王を取り逃がしたことで、兵士は、官軍から、一点属軍として、追悼を受ける立場となり、8月6日、平野時忠を除く一門の官職は剥奪された。その後、備前国小島を経て8月下旬に、原田種直の協力のもと、陳税、九州の太宰府に入る。しかし他の在地豪族の大型氏、薄木氏、菊池氏は兵士に合力せず、逆に、 半兵士の尾形コレヨシラの攻撃を受けて、多財布を退却、10月20日に、九州を離れ四国、佐抜国屋島に入った。この時、不大の有力家人で鎮税に影響力があった、平貞義が離脱するなど、小松や平の重森系統の一族や、家人の兵士本体からの離脱が起こっている。規模は縮小されつつあったものの、 瀬戸内海の政界権を握る兵士は、田口成吉の協力のもと屋島に本営を置き、友森は、全軍の総指揮官として、体制の立て直しを図る。うるう10月1日、兵士追悼の陰前を受けて西国へ下校した、源義仲を、水島の戦いで破り、営を生かした。11月29日の室山の戦いでも、源の家を破り、 後白川、か中義仲の対立、源頼朝が派遣した鎌倉軍の上落など刑が混乱する中、勝利に勢いづく兵士軍は、福原の東方幾多の森、西方の一の谷に、山陽道を遮断する城郭を構え、清盛の三周期を前に、福原へ集結しつつあった。四面楚歌の義仲は兵士に、和睦の使者を送ったが、兵士はこれを拒否している。奪還を目指して、 即時上落を訴える友もと、それを押し止める宗もとで口論に及んだという。受影三年、1184年1月19日、吉中は上落した鎌倉軍の手勢によって、合わずの戦いで敗死する。1月26日、兵士は福原に入り、都の奪還を目指して上落する噂が広まる。朝廷では、兵士との和議と追悼で意見が二分されるが、 後白河院と陰近親ら強硬派の意見によって、平士追悼は続行され、二十九日、源の森より、源義経が在地武士を組織して西国へ向かった。二月七日、市の谷の戦いで共森は、大将軍として幾多の森に陣を敷き、源の森より率いる鎌倉片大手軍を迎え撃った。しかし市の谷側で、 絡めての源の吉常軍の逆落としを受けた兵士軍は混乱に陥り、幾田川の軍を撤退して会場に逃れた。この戦いの敗北で兵士は、友守の嫡男友明あを、はじめ一門の有力武将を多数失う甚大な被害を受け、弟重げは捕虜となった。宗盛が朝廷に送った書状によれば、兵士側は人儀の返還をめぐる和平交渉で、 ご白河院から急戦の命を受けていたにもかかわらず、鎌倉軍の奇襲を受けたため大敗に及び、兵士軍を油断させる院の希望によって、多大な被害を被ったという。2月10日、朝廷との間で重平の身柄と引き換えに、人儀返還の交渉が行われるが、和平案は成立せず、3月に重平の身柄は、鎌倉へ送られた。3年、1184年8月、 鎌倉から源の範頼を総大将とする兵士追悼の大軍が派遣される。一の谷で大きな打撃を受けるも、兵士軍は佐抜国屋島に城郭を築いて再起を図り、二箇所に陣を結び、宗盛が屋島にあり、友盛は彦島に軍営を置いた。友盛は九州の兵を率いて文字関を固め、半年にわたって追悼軍の九州。 四国上陸を阻止する。しかし、友守が彦島に、釘付けとなっている間の樹影四年、1185年2月19日、八島の戦いで、源義経の九州を受け、動揺した宗盛はほとんど戦闘を行うことなく、安徳天皇と共に、海上へ逃れ、兵士は、瀬戸内海の政海検証枠に、重要な拠点であった八島を失う致命的な敗北を喫する。 さらに源の乗り寄軍は1月末に在地武士の小型氏、薄木氏の協力を得て九州、文後国に上陸し、2月1日には兵士法であった原田種名を討ち取っており、彦島に追い詰められた兵士一門は海上で孤立すことになる。樹影4年、1185年3月24日、段の裏の戦いで鎌倉軍と最後の戦闘に及ぶが、 田口なるよしら、四国、九州在一部氏の寝返りに遭い、追い詰められた一門は、受水による、滅びの道を選ぶ。安徳天皇、ニーニーらが受水し、兵士滅亡の様を見届けたと森は、乳兄弟の平家長と手を取り合って海へ身を、投げ自害した。去年三十四妻の事部教局は、東宮として同行していた、森佐が親王と共に生き残り、都へ戻った。 壇の裏から三十六年後、上級の乱によって、後鳥院が鎌倉幕府に敗れて、入るとなり、幕府によって森貞親王の御子が、御堀川天皇として擁立され、父である森貞親王は後高倉院として、陰性を行う時点の君となっている。自害にあたり、友森は怒りを担いだとも、よろよ二枚来て、それを重りにし、見るべきほどの言葉三つ。 今はただ自害線と言い残して受水したとも言われている。共に受水ご遺体となるか、あるいは生きたまま浮かび上がって、晒し者になるなどの恥ずかしめを受けるのを避ける心得で、ある。これにそう得えた文楽及び歌舞伎、吉経千本桜の都会屋及び大物の裏は、別名、碇とももりとも呼ばれ、とももりが崖の上から、碇とともに仰向けに飛び込み受水する場面が、 クライックスとなっている。日付イコール旧歴。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。